次に玉木雄一郎君。玉木君、はい、国民民主党代表の玉木雄一郎です。大臣、今回の対応で命を救えますか、経済守れますか、それは疑問だと思います。まず人流の5割削減が現行の特措法でできますか。私は特措法を改正してロックダウン的な対応、つまり個人への外出禁止命令を十分な経済的保障とセットで導入することを検討すべきだと思いますが、いかがですか。国務大臣西村康稔君。特措法の執行の責任者としてですね、これまで本当に苦労しながら対応してきているところであります。今年の1月2月に改正をしていただいてですね、そして強制的な措置が入ったんですけれども、これ与野党の協議、特に野党の皆さんのさまざまなご意見もあって、行政罰ということで修正をさせていただき、また過料の水準も引き下げてですね、ために、非常に強制力が緩やかな法体系となっております。なかなかご協力いただけない中で、どうしたらいいのかということを常に私苦労しながら考えてきたところであります。ご指摘のように諸外国でもですね、民主的な国家でも外出規制について罰則、オーストラリアなどでは166万、これちょっと換算の数字であれですけど、程度の高い、そうした罰金も課されている国は、もう先進的な民主国家で数多くあるわけでありまして、憲法を見ますと12条、もう社会説法ですけれども、公共の福祉のために自由や権利は利用される責任を負うということが書かれておりますので、国民の皆さんの命を守るために、まさに感染症を抑えるために、常にこうした海外の事例も含めてですね、検討を進めていきたいと考えておりますし、実は今日の分科会でも、ほとんどの専門家から、この個人の外出規制について、法的な措置を検討するようにというご意見をいただいたところであります。諸外国の例も見ながらですね、研究を進めたいというふうに思いますし、また、私ども、保証という考えは取っておりませんけれども、しかし、私権の制約を伴う場合はですね、当然、それに対して生活を支えていくと、しっかりとした支援を行っていくというのは、必要だというふうに考えておりますので、いずれにしても、そうしたことも含めて、私の立場では、感染症を抑えるために、国民の皆さん命を守るために、検討は進めていきたいというふうに考えております。玉木君。臨時国会を速やかに開いて、宣伝にとらわれず議論をぜひやりたいと思います。次に、野戦病院を国が主導でやるべきですが、先ほど大臣は、お台場にプレハブでできていると言ってましたが、あれは軽症者、無症症者向けです。大事なのは、中等症以上の病床が逼迫しているのをどう解消するかなんですが、この中等症以上の臨時の医療施設を国が主導して、開業医の先生方にも協力をいただいて、総合調整を発揮して作るべきだと思いますが、いかがですか。西村大臣。まさに酸素投与を必要とする中等症以上の方向けの施設が、これ、もう整備をすることは急務となっております。それぞれの病床で、あるいは自宅でも酸素濃縮器を使って酸素吸入を受ける方々、そうした対応も取っておりますけれども、ご指摘のように、各都道府県と連携しながら、特に厚労省がしっかりと都道府県と連携をしてですね、この中等症の方々をしっかり見る、酸素投与が必要な方々に必要な治療を受けれるようにですね、この特措法上の臨時の医療施設も活用しながら、対応を進めたいというふうに考えております。玉木君。ぜひ進めていただきたいと思います。次に、抗体カクテル療法ですが、これは、ホテル療養でも使えるようになりましたが、自宅療養が原則としている東京のような地域においては、自宅療養でも使えるようにすべきでありませんか。西村大臣。この抗体カクテル療法でありますけれども、アナフィラキシーを含むですね、いわゆるアレルギーのショックを含む、重篤な過敏症等の副作用が現れることもあるということで、医師等による十分な経過観察が必要であるというふうに聞いております。そのために、現時点では自宅療養者の使用は関しては認められていないということでありますが、ただ、まさに短期間の入院中の方に投与をして、早期に退院をさせること、これ、例えば1泊2日で受けて、点滴3、40分受けてですね、そしてその経過を見るということで、そのうちに帰っていただくというようなことを可能とすべく、厚労省において今、各自治体と連携をしながら検討が進んでいるものというふうに承知をしております。いずれにしても、さまざまな形で効果的にこのカクテル療法を使えるようにですね、対応を進めたいというふうに考えております。玉木君。保健所機能、あるいは病床逼迫を避けるために、
現在の新型コロナウイルス感染症感染症法上の位置づけを5類相当に変えるべきだという議論がありますが、ある程度ワクチン接種が進んだ時点でタイミングで変えることは一案だと思いますが、いかがですか。西村大臣。厚労省においてさまざま検討がなされているものと思いますけれども、仮に5類相当とした場合に、入院措置や医療費の公費負担に加えてですね、法に基づく健康状態の報告や外出自粛等の要請もできなくなるということもありますが、感染症法上の位置づけにつきましては、現時点において必要となる措置と合わせて検討されるべきというふうに承知をしております。いずれにしても厚労省の感染症部会等において、専門家の方々の意見を伺いながら、今後議論されていくものというふうに承知をしております。現時点で何か具体的なスケジュール方向は聞いているわけではございません。玉木君。河野大臣はワクチンの3回目の接種について来年の分は確保できているとテレビで述べました。これいつから3回目が必要になったんですか。政府としてブースターと言われる3回目接種は必要と考えているんでしょうか。2回だけでは不十分なんですか。明確にお答えください。西村大臣。2回の接種を終えられた方に対する3回目の接種につきましては、諸外国のさまざまな機関から、さまざまな見解が示されております。イスラエルにおいては高齢者を対象に3回目の接種が実施されています。またファイザー社やモデルナ社のワクチンについては、ブースター接種の安全性や、免疫原性、抗体価のその変化などを評価するための臨床試験が行われているものというふうに承知をしております。我が国におけます取り扱いにつきましては、3回目の接種の必要性や、1回目、2回目と同じ種類のワクチンを接種するのかどうかも含めまして、ワクチンの効果がどの程度の期間持続するか等に関する科学的なデータを踏まえ、厚労省において検討が進められるものというふうに承知をしております。玉木君。香川県ではこの週末に中四国最大の野外ロックフェス、モンスターバッシュが予定されています。数万人の方が県内外から集まるので、地元の万能町でも大変不安の声が上がっています。会場は国営万能公園で国営公園なので、施設管理者の国としても責任を持って開催の是非を判断していただきたいと思いますが、いかがですか。西村大臣。先日、玉木委員からご指摘をいただきまして、香川県とも私ども連携をして今対応を進めているところでありますけれども、まさにモンスターバッシュの開催にあたりましては、香川県におきまして、これまで主催者から事前相談を受けて、感染防止策等について指導を行ってきているものと承知をしておりますけれども、今般、香川県がまさにまん延防止等重点措置の対象となるということを踏まえまして、国としてもさらに香川県と緊密に連携して対応をしていきたいというふうに考えております。玉木君。はい、臨時国会を開会し、必要な法改正、そして補正予算の編成を行うことを強く求めて質問を終わります。これにて発言は終わりました。本日はこれにて散会いたします。